海軍技術研究所海軍技術研究所は航空機、化学兵器、通信機器、電波兵器等海軍技術に関する研究開発を行う日本海軍の機関である。後に航空研究部が分離され海軍航空技術省に統合された。1923年,年3月24日海軍技術研究所令が発布され4月1日 海軍造兵省研究部、海軍艦型試験所、海軍航空機試験所を統合し、海軍艦船本ブレーカーの機関として、東京府東京市京橋区築地に設立される。創設時は、研究部と工作課、書務課、会計課、医務課の4課で構成されていた。1924年5月1日、横須賀出張所を設置。ここでは、 電信兵の採用に関する実験診療用及び適正検査の実施研究を担当した。同年11月21日、霞ヶ浦出張所を設置。1925年6月2日、研究部と工作課を科学研究部、電気研究部、航空研究部、造船研究部に分離。1927年年、築地の研究所用地が東京市魚市場、 中央市場に指定されたため、目黒町三田に用地を求め、1930年9月9日に移転を完了。1930年7月21日、平塚出張所が設置され、科学研究部第2課が同所に移転。1932年4月1日、航空研究部を廃止。なお、航空研究部は横須賀海軍交渉航空機実験部。 同航空発動機実験部と統合され、海軍航空技術省が開設されている。同年12月、平塚出張所無線電信実験室を設営。1934年4月1日、科学研究部を、理学研究部、科学研究部に分離。1937年1月、電気研究部の編成が、基礎研究、無線送信、無線受信、無線応用。 音響兵器、電気応用の録画に改められる。1939年5月、材料研究部を新設。1940年4月、音響研究部を新設。これは、電気研究部で実施していた音響関係を分離したものである。1942年4月、実験心理研究部を新設。1943年7月、 電波研究部を新設。1945年2月、電気研究部、電波研究部、音響研究部を廃止。これらの研究部は、第二海軍技術省に移管された。1945年11月30日、海軍省廃止とともに解体された。終戦後間もなく、研究所跡地に、慶応義塾大学工学部が移転し、 メグロカリ校の名称で1946年8月まで使用した。ありがとうございます。